はい、皆さんこんにちは、ピカです。二の国やっていくよ。はい、船に乗ってボーグ帝国を目指せ。あそこか。うん、このまま、あ、左側アコがあのオカンの島だったね。島だったんだ。ならこのまままっすぐ行こうか。で、行く前にじゃ、こいつら進化できるから、まあ順番に進化させていこう。どうすっかな、こいつまず進化。スターこれか。え、あ、これか。まずこれか。で、どうすっかな。こいつ残してこいつも進化させしまうか。これは太陽。そしてこいつコマンド、水カッターと癒しの雫、これ癒しの雫で、これをかまいたち。ああ、どっちがいいんだろう。まあいいわこれで。で、これ、あ、これ今あれか、レベル下げたからこれでいかなくてはいけねえ。うん、そしたら他なんかいいのある？ビリビリヒートブレスだろ。これ癒しの雫。うん、シャボンブロー、まああんまりね、こいつでっかい MP 使うようになってもどんどんコンピューターだからポコポコ使っちゃうから、まあこのぐらいでいいだろう。かまいたち、転がりアタックの方が強力そうだ。これは毒カッター、混乱攻撃ね。気絶する、これは気絶せん。まあ物理ダメージか。うーん、こっちいいな。こっち一個やっとこう。アースクローね。こいつもアースクロー使えるんだね。うん、オッケーオッケー、分かった。うん、気合いか。まあこれコマンドを増やすことによって、まあ正確なね、素早いその入力がね難しくなるんだよな。ちょっとまだ入れんとおこう。このまま行こう。とにかくレベルいまいちだから。よし、少しレベル上げたい。よし、
あとこれね、軌道外れたり、まあ変わったとこ行ったらね、やっぱ敵めちゃくちゃ強い。歯立たない。出たな。守ったよな。やれ。よし、あいつなんだ。ああ、やれ。大したことねえな。キャプテンデッド？デッド？スター属性か。やれ、やっちまえ。よし、まあ、実力ってやつだ。あ、こだね。守れ。よし。強えな。強い。敵なの？ごっくん中。いけ。守れ。ヒールスつけて消しとけ。で、どこ行きゃいいんだ。この
どっち側じゃ、こっち側か。え、うっそー、俺回り込んだろ。さい、お前ら気抜くなよ。あ、俺がやったんだね。やれ。みんなすごいよ。まあこっちは弱いと思われて突っ込んでくるよね。防御。なんかお家みたいなあるぞ。あこ行くの？違うか。あこなんだろう。あこだ、ここだ、ここなんだ。防具帝国。うおはー、えらい広い町やな。うわぁ、機械の町だ。あ、オリバー、目がすごくキラキラしてる。え、そんなことないよ。ふふ、それよりさ、見てほら。なんやこいつ。豚だよね。あれ、よく見たらみんな豚の格好してるだけみたいだよ。くっそー、ちょっと待て。え？ねえ、今のジャイロ変じゃない？え、そうかな？字幕が飛んだだけじゃない？おいお前ら、こっから先は自由行動だ。市内見物でも捨ててくれ。え、ちょっと待ってよジャイロ。ジャイロどうしたのかな？あれ？ジャイロ、オートジャイロになったのかな？どこ行ったの？一人で行っちゃったみたい。もう勝手なんだから。まあ、ええやないか。おっさんの言う通り、市内見物と行くで。おっと？あー、お腹すいたな。でもまあ今は忙しいし、部品。大丈夫ですか？なんだか苦しそうですけど。あー、気にしないでくれ。ただの空腹だよ。実は今日か昨日から何も食べてなくてね。え？昨日からですか？だったら早く何か食べないと。でも今は大事な研究の真っ最中ですごく忙しいんだよな。まあなんとか耐えられると思うよ。心配ないさ。でもあらら、この兄ちゃん我慢の心があり余っておかしなとるな。早く心を分けてもらうとそのうち倒れてまうで。なあ兄ちゃん、あんたの我慢強さを俺らにちょっとだけ分けてくれんか。
心を開けるって別にいいけど、そんなことできるのかい？もちろんです。少しだけじっとしててくださいね。なんやオリバー、もうその心のかけらは持っとるやないか。そうなんだ、わかった。とりあえずじゃあもうあっち行こう。部屋も覗いてみたい。ここじゃ。ほほほ、すげえ塗ってるな。またほほ、ドカンと上がるようになってきたな。今まで前半の頃は次の町行っても1とか2しか上がらなかったけど、こっちも20とか上がってんもん、これ。うん。これはすげえ。2000円間を買うわ。ちょっと待って、もっと今あるか。110。どっちがいいかな。器用さも、こっちやのー、こっちやなで、これ2400か。わかった、売るよ。攻撃こそ最大の防御じゃ。聖なるナイフ売れ。あ、間違えた。これ1個。え、ちょっと待て。いやー、金足りんじゃねえか。ファイアローブ2500だったよね。あ、そっか、あの鳥のやつ売ればいいんだな。待って、これ鳥の武器を売ればいいんだよ。鳥は何を装備してるんだ。鉄の槍か。鉄の槍売る。OK。装備中のアイテム売れるのか。まずじゃあ装備外せ。2800だったら買えるだろ。2400やからね。よし。よし。まあ防御力は今クソだけど、ここの装備揃えたらもうめちゃくちゃ上がるんだが、金ねえから防御力クソだけど、まあ、だがこれだけの装備整えねえと、ここのストーリーはクリア難しいっちゅう感じだね。まあそしたら、レベルアップまた必要になってきたな。とりあえず行けるとこまで行ってみよう。違うね。え、ちょ、こ、うん、え、よし。
後ろだね。もうジャイロ、一体どこ行ってたの？ああ、ちょっと野暮用でな。その代わり、とっておきの情報を掴んできたぜ。え、それってまさか。ああ、オリバー、お前の探してる賢者様についてだ。ほんまか、それでどこにおんねん、賢者さん。ああ、そいつはな、防具宮殿だ。宮殿？この町見ての通り豚だらけだろ。けどな、その仮面もかぶらずに町をうろしてるやつらがいるらしくてな。なんでもそいつ皇帝陛下の使いって名乗ってるんだとよ。そしてそいつの風貌がよ、青くて長い髪のやさ男って噂なんだよ。それってカウラ様からもらったプロマイドの。ああ、そういうことだ。すごいよ、ジャイロがこんなに役に立つなんて。えらい悪い親で。でもよくわかったね、そんな情報をどこで聞いてきたの？ああ、そこの闇市でな、ちょっくら仕入れてきたんだ。闇市？そんなのあったっけ？もしかしてジャイロ、この町のこと詳しいの？ん？いや、そういうわけじゃねえけど、情報が集まる場所なんて見当つくもんさ。おじさんの人生経験値ってのも甘く見ないでほしいね。でも皇帝陛下か、さっきの更新すごかったよね。あいつなんや、どないした？びっくりするわ、もうな、なんなの？帝国中央司法務入り緊急面で、本日も皇帝陛下の名誉に信号室が出されば、大帝国憲法第2904条、通路で攻めちゃうとき同じ方法に受け止めたらず、なおこの法律に反した者は科学金の戦後路上または懲役3年を命じます。以上。なんやそれ、北斗の剣かいな。何これ、こんなの聞いたことない。この国一体どうなっちゃってるの？くそ、ったくあいつはよ。おいオリバー、賢者を探すんだろ、宮殿に行くぞ。え、うんこ。宮殿だって？ちょっと待って、貴様、
うう、ダメだ。俺はなんて根性なしなんだ。どうしたんですか？ずっと一緒に育ってきた幼なじみの彼女にプロポーズをしようと思っているんだけど。わあ、それは素敵ですね。でもね、なんでか彼女を前にすると何も喋れなくなってしまうんだ。昔はそんなこと全然なかったのに、今は彼女に会うことすら怖いんだ。そんな一体どうしたんだろう。おそらくこいつは勇気の心をなくした抜け殻人みたいや。オッケー。勇気持ってたか。持ってるみたいや。勇気と我慢持ってんのか。さっき会った人は我慢なんだね。耐えるって言ってたもんね。あれ、なんでプロポーズもできなかったんだ。ちょっと悩みすぎてただけですよ。でももう平気ですよね。当たって砕けろです。ああ、すぐに彼女のところへ行ってくるよ。よし、今度こそプロポーズするぞ。いろいろありがとうな。これよかったらもらってくれるかな。おお、し、まあ泊まりたいところだけど、あなたは？よし、実験成功だ。うわ、嬉しそうですね。ああ、今までの努力がやっと報われたよ。これで新しい動力炉の開発がさらに進みそうだ。おめでとうございます。うまくいってよかったですね。ありがとう。でもまだまだ終わりじゃないさ。もっともっと研究を進めて最高の動力炉を完成させないとね。おー、暑い暑いで。なんやおっさん、むっちゃ燃えとるよな。当たり前じゃないか。よし、バリバリ研究するぞ。おー、まさにやる気全開っちゅうこっちゃ。あの、すいません、ぜひそのてめえのやる気を分けてほしいんですけど。もちろん構わないよ。今の僕はやる気があふれて満ちあふれてるからね。ありがとうございます。じゃあ遠慮なくいただきますね。吸い取ります。オッケー。ああ、すーっと風が吹いたみたいだ。おっと、こうしちゃいられん。早く研究を進めないと。頑張ってください。あ、すいません、閉じてください。ダメですか。旅の者か。はい、僕たち賢者様を探しに来たんです。皇帝陛下の使いなんですよね。はは、賢者様を探しにか。面白いことを言う少年だな。え？それに今は宮殿には何も近づけるなと命じられているんだよ。その皇帝陛下のお達しでな。全く無知な旅人たちだ。無知な？私たちただ。申し訳ございません。そんなこととはつゆ知らず、何分箸が転がっても怒り出す年頃ですので、どうかご容赦を。な、ジャイロ何言ってるの。し、俺にいいアイデアがある。それで、なんやおっさん、宮殿に入るあてでもあんのかいな。変装して忍び込む。
変装？ちょ、声がでかいがな。いいか、この国の人間はどいつもあんな格好なんだ。つまり変装さえすりゃ顔はバレないってこと、話だ。私たちも豚の鎧を着るってこと？でもジャイロ、豚の鎧なんてどうやって手に入れるつもりなの？門番から奪い取っちゃうとか？物騒な子やな。まあ落ち着け。言ったろ、この町には闇市があるって。こういうものを扱う店もあるんだよ。豚の鎧はそこで調達する。何、俺に任せとけよ。ほんまかいな。なんや今日のおっさん、いつもと一味も二味も違いますな。ほんとジャイロがこんなに手際いいなんて、何があったんだろう。ここで何か思い出でもあるの、貴様。行けばいい。ああ、似合ってますね。あれは何気だ。さてと、早く次の仕事を探さないと。お仕事を探しているのに嬉しそうですね。何かいいことでもあったんですか？まあね、親友が仕事がなくて困ってたから僕の仕事を譲ってきたところなんだ。いいんですか、そんなことしちゃって。なーに、これで失業手当もがっぽり稼げるってもんだよ。あいつには昔からずっと助けてもらってばかりだからね。恩返しみたいなもんさ。まあ俗に言う豚の恩返しっちゅうこっちゃ。とっても大切なお友達なんですね、その方。その通りさ。仕事と違って親友はそう簡単には見つからないものだからね。僕にできることであいつの力になれるんなら、どんなことでも協力してあげたかったんだ。はあ、なんちゅうできた人間や。優しさの心で満ち溢れとるで。もしよかったら人助けに協力してもらえませんか。あなたの優しさを。人助け？僕なんかでいいのかい？はい、あなたじゃないとダメなんです。ぜひお願いします。あ、わかったよ。そこまで言われちゃ断れないな。ありがとうございます。背脂抽出。オッケー。なんだか背中の油がグツグツ煮えたような気分だったよ。君も友達は大切にするんだよ。いいな、僕も大人になってもマークとずっと親友でいたいな。大丈夫や。オリバーが今の気持ちを忘れずにマークのことをずっと大切に思っとけばええや。ふふ、そうかもね。しずくもたまにいいこと言うんだね。たまにはってなんやねん。よし。宝箱。なんかあちこちに魂の持ち主がいるぞ。よし、この辺りも異常はなさそうだな。見回りですか？おまわりですか？これだけの人が多いと大変ですね。いやいや、この国の平和を守るため
ひいてはこの豚帝国の平和を守るために全然大変なんかじゃないさ。うわーすごいな。でもパレードがある日なんかは人が多くて大変なんじゃないですか。そうだな、パレードの日の忙しさは特別だな。おかげできちんとパレードを見たことが一度もないんだよ。いくらお仕事とはいえよく我慢できますね。我慢の心を僕持ってるんですよ。僕もそうだったのか。また後ろから突っ込まれるぞ。オリバー、そら来た。はい、分かってます。はい、はいはいはい。どっからどう行くんだこれ全然違うじゃん。こっちだ、この階段だ。よし、そして左だ。何してんのこの人。ジャイロは闇市に行ったの。ここでいいのか。違うの。違う。あ、ここはなんか路地裏で闇市っぽいとこですね。あなた何ですか。今までなんて無謀なことをしてきたんだろう。無謀じゃなくて無駄。無駄？何があったんですか。ああ、僕の妹は生まれつき病弱でね。まあ妹のために薬の研究を続けてきたんだけど。それは大変ですね。早く薬が完成するといいですね。それがさ、もう少しで完成だというのにどうでもよくなってきたのさ。つまりやる気さ。どうしてですか。急に妹のために研究することがバカらしく思えてきてね。もう妹のために研究をしなくてもいいかなって。しずく、この人もしかして。ああ、優しさの心をなくした抜け殻人や。俺らが何とかしてやらんと。はい、よし、優しさ持ってたよね。何をしてるんだ。僕は妹が苦しんでいるというのに。よかった、妹さんを思いやる気持ちが戻ったんですね。早く薬が完成するよう頑張ってください。ありがとう、君たちのおかげだよ。よし、研究を続けるぞ。おっと、忘れないうちに、これはお礼だよ。受け取ってくれ。よし、じゃあこっちか。歯ブラシからイノシカの角まで裏通りのドン様に何用だ。相変わらずだな、親父。
ん？お前、前にも会った気がするが。おっと、それより取引の話だ。防具兵士の鎧4人分を用意してくれねえか。防具兵士の鎧だと？そんなものを何に使う気だ。言うまでもねえ。それを着ないと入れない場所に行くためさ。おいおい、しかしそいつはなかなか難しい注文だぜ。そうか？じゃあこういう手は使いたくなかったんだが。なあ親父、ずっと隠してるそうだな。あんたの愛するルーコを。うぐぐぐぐぐびび。それ以上は言うな、お前どこでその名を。まあ裏稼業が長くなるといろいろ情報通になっちまってな。動く PC って言われてるんだよ。わかった、用意しよう。今すぐだな。ちょっと待っててくれ。え、何？今の脅しでしょ？脅しでも何でも目的が果たせればいいじゃねえか。よくないよ、こういうやり方。人の弱みにつけ込むなんて私は嫌だよ。はいはい、俺が悪かった、謝る。この通りな。だからそう怒るなって。この次からは気をつけるからよ。絶対だよ。なるべくな。約束一つきちんと誓えないんだ。男らしくない。さあ用意できたぞ。ここで着替えていくかい？そうさせてもらおう。悪いな。ガルドンさん、ありがとうございます。よくはわからんが、気をつけてな。それと一つ言っておくが、わしは何一つ脅されてはいねえぞ。え？むしろわしの秘密をよくぞ調べ上げてきたもんだと感心したんだ。だから取引に応じる気になった。それだけのことよ。え？脅してたんじゃなかったの？ジャイロ。さ、早く着替えちまおうぜ。ジャイロ、さっきはごめんね。言い過ぎちゃった。いいってことよ。んなことより、着心地はどうだ？ぷかぷかだ。だよね、私もちょっと。へへ、何言ってんだ。お前、いつもとあんまり変わってねえだろ。ちょっと、どういう意味？ねえ。ね、みんな宮殿に行かなきゃ。あ、そうだったね。早く賢者様を探そう。俺にはいつ突っ込んでくれるんやろう。よし、金目のものを探してと。金目のものあった。コードだ。これダメだ。これコード今いけるのかな。ダメだろう。まあどこ行くんだ。もん、あの門の方行けばいいのかな。門番の方。鎧がカシャカシャ言ってます。こいつ何してんの。
ワンちゃん喋れるか。クーンクーン。ああ広いなあ。こっちか、こっちだね。ああご苦労様です。ダメですか。お前たち外で何をしていた。お疲れ様です。あ、頼まれていた品物を買ってまいりました。おい、買い物に出たやつなんていたか。おっさん、早速しくじっとるやがな。もしかしてあれか、皇帝陛下の大好物で毎日新鮮な材料を市場で揃えなきゃいけないっていう、あの、え、ちょっとそんなの知らないよ。はい、豚おでんでございます。それだ、お前たちも面倒な仕事を回されたな。しかしそれなら急いで渡さないといかんな。よし取れ。取れちゃった。ジャイロすごい。やっぱりこの国で何かやってたんでしょう。ははは、そんなことねえよ。それとも俺の過去ってやつに興味が出てきちゃったのかな。うんうん、別に。おお、バッサリやで。まあここまで来たのはいいんだが、やっぱり兵士に見つかると面倒だな。大丈夫や、また問い詰められてもおっさんがうまいこと切り返してくれるんやろ。いや、次はその自信はねえ。え、見直して損しちゃった。でも宮殿には入れたんだしさ、見つからないように済もうよ。ああオリバー、兵士に見られたら全速力でダッシュだぜ。ひどい決めセリフやな。ちょい待てオリバー、何も考えずに進み寄ったらすぐに捕まるで。ええか、まずは R1 を押してエリアマップを開く。そして兵士の位置と動きを把握するんや。至る所で兵士がおるからな。角を曲がる時なんかは R で先を確認してから曲がるんやで。あとエリアマップを見てるとな、通路のところどころに良い具合の隙間があるのがわかるはずや。その隙間にシュッと隠れれば兵士に気づかれずに済むかもしれへんで。まあ兵士たちもマスクかぶってるからな、せいぜい5メートル先ぐらいしか見えてへん。調子に乗って兵士に近づきすぎたりせえへんかったら大丈夫やろ。ほな慎重に行こうか。わかった。あこか。で、あー、くぼみあるね。こっち来たぞ。5メートルだから行けるよな。おいおいおい、2つともこっち来とるぞ。おい、あいつはあっちで止まったならば真正面のくぼみ行けばいいんだね。ちょっともう右のやつは、5メートルってどうだけ。で次はあこ、あこくぼみなのか。いけるか。これ何。うん、左や。ここまっすぐ行けるよね。
おい、前から来てるけど。おい、嘘でしょ、ここ安全じゃねえの。おいおいおい、で今右のいるやつどういう動きするか、ちょっとこっちから行くので正解なのかな。角も行ったね。あーで、あっち右下のやつはあの角で止まってすぐこっち戻ってくるんだな。じゃあダメだね。で今真ん中の小さい四角の方のやつはこうぐるぐる回ってんのか。え？早すぎた？うん、これはちょっと成功例だけ。ここは今夜のな。あいつはあっち回っていくもんね。ここで止まんの？じゃあこっからはいけんな。ちょっと待て、下から行くしかねえか。前から来るよな。あいつがどこまで来るかだよ。こっち来んのか。来ないね。ならばこれで行く。止まりやんねんな。あ、見て。なんやねん、急に大声出すなや。ほら、
マンホールがあるよ。あるよ、ちゃうわ、どないすんねん。待てよ、ここを通ると確かあそこに、ああ、悪い手じゃないかもしれないぜ。でしょ？うん。はい、それでは今回はここまでにしときます。ではまた次回お会いしましょう。またね。